鳥越年を7月28日から1990年3月30日は、日本の実業家、鳥越製粉専務、鳥越製粉創業者、鳥越彦三郎の孫、ジャーナリスト鳥越俊太郎の父、福岡県受けは吉井町出身、1939年、京都帝国大学経済学部卒業、住友本社に勤務、 札幌の北日本工業所に配属された。現場で、鉱山労働者などから相手にされず、いじめに遭い、神経症を発症した。1940年、長男の俊太郎が誕生した時は、旧大の精神科の病棟に入院していた。1943年、退職。対人恐怖症を克服しようと、仏教に傾倒した。京都帝国大学文学部に入学した。 1946年5月、同大学中退。同年10月、鳥越商店入社、監査役。地元に作られた劇団、友達座の人たちに心を許し、自宅の2階を開放し、年尾は大勢の若者たちと稽古に没頭した。さらに地域が師匠団を結成した。1952年、取締役。1963年、 セブン食品常務兼任。65歳で会社を退職した。息子エイジュと共にフランスパンが売りのパン屋を立ち上げた。また弱者のため精神障害者の共同作業所を立ち上げた。肝心不全のため73歳で亡くなった。心身障害者、精神障害者と身体障害者のメンバーが年老の霊前で長寿を読んだ。宗教は新宗。趣味は 音楽、古典、声楽。大学時代は合唱団に所属していた。住所は福岡県浮羽組吉井町。著書に巨実の彼方に鳥越家の人々がある。ありがとうございます。